自民党福岡県連は北九州市西部を選挙区とする福岡9区で次の衆院選の立候補予定者となる支部長を公募し、女性2人、男性4人の合わせて6人が届け出ました。今日は一次選考となる書類審査を実施し、参議院議員の大家聡氏と北九州市議の三原麻人氏の2人に絞り込みました。地域をよく知っていらっしゃる方、そういった方々の中でお二人の方に二次選考に残っていただきたいと。最終的に満場一致で手が挙がったのはそのお二人。県連はあさって29日に2人の面談をした上で、支部長を決める党員投票を来月3日に告示し、12日に開票する予定です。